元気ママキッチンへようこそ。今日はレンジで簡単お野菜たっぷりレシピを3つ集めてみました。春から一人暮らしを始める方にもぜひ作ってほしいな。まずはレンジでできるめっちゃ美味しい焼きそばです。キャベツは切って水でよく洗います。切った断面を下にして水を切ります。今日使うのは市販の焼きそばです。今日はレンジで作るんですが、必ずこれ粉末のソースを選んでくださいね。粉末とソースを使うことで水っぽくならずうまくまとまります。レンジ料理にとても便利な3コインズのビストロヌードルを使います。野菜も蒸せるし容量が大きいので、これ1個持っておくと本当便利です。まず容器の中に焼きそばの麺を1袋分入れます。そしてお水大さじ1全体にちょろちょろっと回しかけます。そしてよくほぐします。お水をね入れるとほぐしやすくなりますので、これポイントなんです。ここでよくねほぐしておくと本当に麺がねふんわりとね仕上がるんですよ。これ重要です。あとは上からキャベツを乗せていきます。キャベツは今回ですね、なんと 200g 使います。一口大に切っておきますよ。すごい、 200g ですよ。これ一人分です。全部入れちゃいます。もう蓋が閉まるまでパンパンにね入れます。でもこの容器本当に容量が大きいから余裕ですね。キャベツの上からごま油をキャベツめがけて小さじ1から2ぐらい回しかけます。そしてその上からお肉を乗せていきます。今日は豚肉のしゃぶしゃぶ用のお肉です。でかいね、でかいね、キロここで切っちゃいます。すいません、大雑把で。まあお肉の量は適量です。今きっちょ、今多分 100g ちょっと入ったと思います。そして下味のお塩をね、お肉を目指して振ります。1つまみ2つまみぐらい、まあ、全体にねうっすらお塩がつけば大丈夫です。ではこれに蓋をして600ワットのレンジで7分から8分加熱していきます。7分加熱しました。こんな感じです。よく混ぜます。おお、ちょうどいい。もう少しねキャベツをしんなりさせたい方はもう1分ぐらいチンしてもいいけど、7分でこんな感じ。麺もしっかりね柔らかいし、ほらほぐれやすい。麺をよくねほぐしたら、ここにじゃじゃーん、粉末スープこれをかけます。ごめんなさいね、なんか料理とは言えなくて。でもねすごくね一人前の焼きそばがあっという間にできるし、フライパン汚さなくていいので、これをねかけます、全体に。まあどちらかっていうと麺の方をめがけて。これ液体スープだったらびしょびしょになってしまうので、必ず粉のねタイプのスープの焼きそばを買ってきてください。混ぜます。結構キャベツからもね水分が出ますので、玉ねぎなんかもね入れて作って美味しいんですが、水分がすごい出るので玉ねぎはあんまりいっぱい入れない方がいいと思います。人参とかね入れてもいいですよね。ただ今日はもうキャベツだけで作ってみました。さっきの山盛りキャベツがねもうこんな感じね。ちょっと食べてみよう。うん、麺が美味しい。蒸し焼きそばって感じ。最初にほぐしておいたから麺がくっつかず混ぜやすいです。青のりも振りました。見てください、この麺の美味しそうなこと。いただきます。うん、正直パーフェクト。 200g 入ってますからねキャベツがね。麺がもっちもち、フライパンではできない。これがっつりとからしマヨネーズなんかをかけてもいいですよね。私結構ねタバスコかけるの好きです。お野菜もたっぷり取れるので、ぜひ一人暮らしのご飯にいかがでしょうか。次はレンジで作る鍋、雑炊も絶品です。こちらは火が通りやすく小さめに切った鶏もも肉です。カットしてあるお肉を使えばもっと楽ちんですね。全体に塩を振って下味をつけます。このまま10分ぐらい置いておくと肉質もしなやかになります。この間にねお野菜準備するといいですね。野菜は好きなものを使います。白菜の芯は細切りにするのもいいんだけど、こうやって1センチ角ぐらいにコロコロ切ると切るのも簡単で食べやすいです。白菜をレンジに入れます。今回もね3コインズの容器を使ってますが、まあ蓋付きなら何でもいいです。
お野菜をもりもりと入れました。中途半端に残ってたしめじも入れちゃいます。椎茸もあったので入れます。鍋は何でも入れられていいですよね。そして先ほど切ったお肉をね、今日は鶏もも肉使ってますけども、豚肉のしゃぶしゃぶ用のお肉とかでも美味しいです。はい、全体に日本酒をあればでいいですよ、振って大さじ1ぐらいかな。そしてあれば白だしをね少々振ります。お野菜の方ねめがけてちょっと白だしを振ります。小さじ 1,2 ぐらいでいいです。なければねもうお酒も白だしもなくても大丈夫です。はい、というわけでお野菜とお肉を入れてお酒とね白だしを振りました。でも一人暮らしの学生さんとかね、お酒とか白だしなくても大丈夫です。蓋をしてこのまま8分ぐらい加熱します。息子が帰ってくるのを待ってから加熱するので、これは冷蔵庫に入れておきます。こういうこともできますよね、こうやって蓋があると。もうすぐ次男が帰ってくると連絡があったので早速加熱していきたいと思います。その前にお豆腐お豆腐もあったので入れます。はい、では電子レンジで加熱していきます。 7,8 分かな。この容器、他のレンジ容器よりもムラなく熱が入ります。お鍋ができました。美味しそうに火が通ってます。これをポン酢や柚子胡椒で食べてもいいし、大反響の千切り鍋でご紹介した塩とすりごまで食べるのも美味しいです。でね、このお鍋は具を食べきった後にこうやって出汁が染みたスープが残りますよね。この中にご飯を入れて後でレンチン雑炊も作りたいと思います。次男の夕飯の準備ができました。また逆だった。もう全部オンとオフが全て逆だわ。今白ごまとお塩をちょっとかけました。使ったお塩は焼き塩です。カメラに喋ってほしい、オンですよって。中途半端に残った旨味の濃いスープ、ここに1杯分のご飯を入れます。よくほぐしてね。そしたらご飯がひたひたに浸るぐらいの水を入れます。軽く混ぜて少しだけ蓋を開けてレンジで5分ほど加熱します。はい、こんな感じです。私は少し柔らかめに煮るのが好きです。よく混ぜて、これだけでも美味しいんですけども、卵1個に醤油を少し溶きます。混ぜてそれをお米にかけて軽く混ぜ合わせます。そして蓋をして600ワットのレンジで 1,2 分加熱します。好みでネギを散らしてください。これがびっくりするほど美味しいんです。レンジ容器でできる栄養たっぷりのお一人鍋、ぜひやってみてくださいね。この雑炊もたまりませんよ。最後は大人気のブロッコリー&チーズ、これもレンジで簡単です。ブロッコリーは小房に分けてよく洗います。水気もねよく拭いてくださいね。こうやってね包んでえいえいってやればいいですよ。はい、では早速作っていきたいと思います。ブロッコリーざく切りしていきます。ざくざくざく、ざく切り気持ちいいんですよね。こういったねボロボロになった部分があっても大丈夫です。もう最近私よくねこのブロッコリーのざく切り動画シリーズ出してますけども、なんかいいんですよこのざく切りが。で茎の部分もねこうやって1センチ弱ぐらいにザクザクと切っていきます。でブロッコリーの量はもう適量、食べたいだけ、容器に入るだけで大丈夫です。全部入れていきます。こういったねボロボロになった部分も、これがねチーズに絡んでね美味しいんですよ。はい、そこにオリーブオイルを回しかけます。まあだいたい小さじ2から大さじ1ぐらい。そしてお塩を1つまみ入れてよくね混ぜ合わせます。全体にねオイルが馴染むようにしてください。はい、そしてこれを600ワットのレンジで、そうですね、だいたい 2,3 分加熱します。あ、蓋をしてね、蓋をして加熱します。2分加熱しました。もう少しでブロッコリーいっぱい入れる場合は3分ぐらいチンしてもいいし、まあどうせまたもう少しねチンするので、もうちょっと柔らかくなります。チーズをね一つかみ、まあお好きなだけ入れます。はい、そしたら次は蓋をせずにチーズが溶けるまで2分前後加熱します。できました。なんて簡単、レンジで簡単。こんな感じです。ひょー、美味しそう。早速じゃあいただきます。ほらほら、チーズがとろーん。なんかまるで簡単なチーズフォンデュのような感じですね。お皿に入れて食べようとしましたが、やはりこのままいただきます。多分どうせね、全部食べちゃう、一人で。
伸びてますね、チーズ。ではいただきます。熱っと言ってますね。そして美味しさをかみしめております。もうナイスグッド。これ学生さんや社会人の一人暮らしにもいいですね。栄養も取れます。まあぜひ作ってみてくださいね。パンにも合いますよ。元気ママのレシピ本、面倒なことしない野菜をすんごく美味しく食べるレシピ。今の季節にぴったりなレシピがたくさん詰まってます。一人でも多くの方に野菜を美味しく食べてほしいが詰まった本となっております。初心者向けの簡単なレシピも多いので、ぜひ一度見ていただけたら嬉しいです。書店にないこともありますので、 Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますね。皆様の毎日の食事作りのお役に立てれば嬉しいです。こちらのチャンネルは野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。